俺の名前は菊池翔太。高校3年生のぼっち陰キャだ。基本的に無口を貫き通し、喋っても小声を徹底している。というのも。ねえ、昨日のショータイム聞いた？翔くんほんとイケボだよね。あ、また言ってる。聞いてくれる人も増えてきたな。さて、今夜もショータイムのお時間がやってきました。そう。実は俺はみんなが噂をしているネットで大人気のラジオ配信者なのだ。昔から俺はラジオが好きだった。ただ人前で話すのは超苦手。そこでネットで顔を出さなければ話せるんじゃないかと思い始めたのだが、今や某配信アプリで常にランキング上位にいるほどの人気者に。自分では意識してなかったが、俺はいわゆるイケボらしく多くの女性ファンがついている。そしてついにクラスの女子にまでリスナーがいるほどになった。しかし、絶対イケメンだよね。実は正体がこんな陰キャ野郎でしたなんてバレたらおしまいだ。絶対に声を出さず隠し通さないと。ああやば、お兄し先生来た。なに無駄話してるの。チャイムが聞こえなかったかしら。それでは期末テストを返却していきます。白石先生は相変わらず綺麗だけど、やっぱ怖いな。この人は英語の白石先生。うちの学校で一番美人、そして一番厳しい鬼教師として有名なのだ。菊池くん、後で職員室に来なさい。やっぱり、終わったかもな、俺。返却したテストの結果は25点。どういうつもり？君、いつも眠そうにしてるし、当てても答えないし。テスト中も寝てたらしいじゃない。夜遅くまで何してるのかしら。言えない。言えるわけがない。だってそう、俺は英語のテストの前日の夜、ある程度勉強も終えたため配信をスタート。次の日はテストだし早く寝ようと思っていたのだが、つい盛り上がってしまい、翌日のテスト中、問題の前半で爆睡してしまったのだった。なんて言えるわけもないよな。本当に無口ね。何か喋れない理由でもあるのかしら。それとも、ただ恥ずかしがり屋なだけかしら。そう。まあ、とにかく夏休みの補習は確定だから。まさかこんな失態を犯すとは。しばらく配信は休みだな。そしてその日の夜も、俺は報告を兼ねて配信をスタート。ああ、彩香さん。いつもありがとうございます。なになに？もっといい声出してって。仕方ないな。いつも聞いてくれてありがとう。みんな大好きだよ。みんな落ち着いて。ああそうだ、しばらく配信はお休みします。っていうのも、俺は英語で赤点を取って学校一厳しい先生と二人きりで補習になったことを報告した。するとみんな頑張ってや寂しいとコメントをくれたのだが、あれ、彩香さんコメントしなくなったな。寝たのかな。まあとりあえず俺は補習を乗り切らないとな。そしてやってきた夏休みの補習初日、教室で白石先生と二人きりで早速授業が始まったのだが、ではまず発音の練習から。この英文を読み上げて。いきなり発音から。あれ、これはどうしたのかしら。授業中だったら恥ずかしがり屋で乗り切れるけど、二人となると。でもまさかこのお兄し先生が俺のリスナーなわけないよな。ザ・ショータイムはず。もっと大きな声で。ザ・ショータイム。もっと大きい声出して。ザ・ショータイムはず。もっといい声出して。The showtime has started。まずい！ついいつものコメントに答える勢いで。って、あれ、嘘でしょ。やっぱり翔くんだったんだ。ああどうしようどうしよう、まさか本物だったなんて、まさか生で聞けるなんて。あの白石先生、もしかして俺のラジオ聞いてくれてるんですか。聞いてるも何も大ファンよ。もう私はあなたの声なしでは生きていけないの。今のはその、なんと配信にずっとコメントをくれていた彩香さんが先生だというのだ。お兄し先生改め白石彩香先生は、昔から重度の声フェチで配信アプリを聞きまくっていたらしい。
そこで聞いた俺の声がドンピシャだったらしく、今ではヘビーリスナーになったそうだ。休止前最後の配信で英語の補習になったって言ってたから、まさかと思って。それでどうしても確認したくなってこんなことを。ごめんなさい。いや、謝ることじゃないですし、聞いてくれてたのは嬉しいですよ。ただ、もしよかったら補習を短くしてもらったりなら、俺も配信を再開できるし、なんて。それとこれは話が別です。ですよね。とにかく補習はちゃんとやりますからね。先生は宣言通り基本的には真面目に授業を進めてくれたのだが、ではここからは先生オリジナルの問題です。順に訳していって。もし私が愛していたら、ミス白石を。で、おい、オリジナルってそういうことかい。何言ってるの。これは家庭法が苦手な君のための例文です。ほう、そうですか。じゃあ読みますね。もし俺が白石先生を愛していれば、俺はキュートでクールな彩香のことが。なんだこれ、めちゃくちゃ楽しいぞ。やば、さすがに怒らせたか。先生。もっと続けなさい。いや、鬼教師どこ行った。そんな白石先生と一緒に過ごしているうちに、俺も自然に話せるようになっていった。それに先生はただ俺に補習をするだけでなく、今日は英会話の練習をしましょうか。英会話ですか。君、配信がバレたくないっていうのもあるけど、恥ずかしがり屋なのは本当でしょ。あ、はい。クラスにも馴染めてないみたいだし、少し会話の練習でもしましょうよ。せっかくいい声してるんだしさ。でも声だけじゃ。ふーん、君の魅力は声だけじゃないわ。笑顔だって素敵だし、いいツッコミだって持ってるしね。もったいないと思うよ。もちろん私はファンだけど、これは教師としての意見。あなたは現実でも輝ける生徒よ。先生。ってことで、これ台本。あなたのセリフ読んでいってね。はい、ありがとうございます。I really like, あやか。Me too. I love あやか forever.って練習になるか。あれ、違和感ないように作ったんだけどな。先生ってちょっと天然なのか。こんな風に俺は補習期間を通してみんなの知らない白石先生を知っていった。確かに厳しいけど、実はちょっと天然。しかもその上、先生、問題終わりました。で、何してるんですか。ああ、これ、今回平均点以下だった子に渡す個別のプリントを作ってたの。いつも70点は取ってた君は知らないだろうけどね。え？だって苦手なとこってみんな違うじゃない。私のことは嫌いでも、英語は嫌いになってほしくないしさ。白石先生って優しいんですね。何言ってるの？あなたも知ってるでしょ？お兄し先生だーなんて言われてさ。でも、実は生徒一人一人のこと見てくれてるし、誰よりも生徒思いじゃないですか。俺はそういう先生も素敵だと思います。俺も先生に言ってもらったあの言葉で、先生。ダメ、暑さと照れで体がオーバイ。さすが英語教師、発音がいい。じゃなくてしっかりして。そんな補習の日々はドタバタと過ぎていき、あっという間に2学期がスタート。俺は先生との補習のおかげで英語がかなり身についた上に、前みたいに人目を気にしなくなっていた。とは言うものの、ラジオ配信のことはこれからも隠していくつもりだったのだが。じゃあこの英文はどう訳すかしら。今日は10日だから、出席番号10番の、菊池くん、訳してみて。はい。もし雨が降っていなかったら歩いて家に帰れるのに、ですかね。はい、正解です。で、ちょっとみんなどうしたの？待って、今の声って、嘘でしょ。もしかして翔くん、絶対ショータイムだよね。つい補習の癖が。やばい、絶対がっかりされるに決まってる。同じクラスに翔くんがいるとか最高じゃん。びっくりだね。ねえ、もっと話してよ。そうだ、うちの放送でショータイムやってよ。え、数日後、
全校生徒の皆さん、ショータイムの時間がやってきました。あれからなぜかトントン拍子で話は進んでいき、俺は昼休みにラジオ配信をすることに。最初は戸惑ったが、次第にネットとはまた違う楽しさを感じていった。そう、今日の放送も面白かったぜ。お前のツッコミ最高だな。俺は瞬く間に学校中の人気者になり、友達とも普通に会話ができるように。しかしこうなれたのも全て、あ、白石先生。菊池くん、よかったじゃない、すっかり人気者ね。それも先生のおかげですし、またよかったら二人で話が。あなたみたいな人気者と私みたいな嫌われ者が一緒にいたらイメージ下がるわよ。それじゃ、もう二度とテストで寝ないようにね。あ、先生、こんなの俺が求めていたものじゃないよな。それから数日後、俺はいつものように放送するため、昼休みに一人で放送室に向かった。もう慣れてきた学校でのショータイム。しかし、この日だけは声が震えるほど緊張していた。よし。全校生徒の皆さん、ショータイムの時間がやってきました。でも一つお知らせがあります。ショータイムは今日で最終回です。これまでネットも含め、本当にたくさんの人が俺のラジオを楽しんでくれました。俺もみんなに聞いてほしい気持ちはあるけど、これからはたった一人の人に届けたいんです。その人はみんなからは怖いって言われてるけど、実は優しい人で、誰よりも生徒思いでちょっと天然なところもある。本当に魅力的な人なんです。そしてその人は俺に変わるきっかけをくれました。白石先生、伝えたいことがあります。放送室で待ってます。よし。あとは待つしかない。先生、来てくれたんですね。あなた本気なの？はい、迷惑なのは分かってます。でも俺はどうしても先生にお礼を伝えたかったし、先生の魅力もみんなに知ってほしかったんです。やっぱり君は優しいね。それなのに私は君が人気者になっていくのを素直に喜べなかったの。もちろん翔くんがクラスに馴染むことを願ってたし、後押しもしたけど、どこかで君のことを独り占めしたかったのかも。生徒に本気になるなんて、これじゃあ教師失格ね。確かにそうかもしれません。問題に自分の名前入れてくるし。でも俺がここを卒業すれば、もう教師と生徒じゃないですよね。先生、俺は先生のことが好きです。だから俺が卒業するまで待っててくれませんか？必ず迎えに来ます。翔くん、もちろん待ってるからね。こうして俺は先生に思いを伝えることができたのだった。卒業するまでに先生に見合う男になろうと決意した。しかし、あの放送は校舎中に響き渡っていたわけで。その後、予想通りあの日の放送は学校中の話題に。ただ、学校には補習に行っただけで、俺たちはお互いに指一本触れてないし、プライベートでも会ってないと説明。そして、俺の英語の成績が異常に上がったことが、真面目に補習していたことの何よりの証明になった。むしろこれをきっかけに、先生、私も声フェチなんです。おすすめの声とかありますか？私はこのリスニング CD の人の声がね。学校一怖いと有名だった白石先生は、今や学校一優しい声フェチの先生として人気になったのだった。一方俺は、あの後も少しでも白石先生に見合う男になるため必死に勉強。その結果、有名大学の英語科に合格。それから数年後、立派な社会人となった俺は白石先生にプロポーズをした。そして今日、ついに結婚式を迎えたのだった。彩香、長い間待っていてくれてありがとう。うんうん、信じて待ってたから。それにしてもあの補習が懐かしいわね。覚えてる？もちろん。そうだ、久しぶりにチェックしてもらおうかな。え？ I love you。どう？いい声出てる？もう、私も愛してるよ、ショウ。もう配信はしなくなったけど、俺たちのショータイムは
これからも続いていくのだった。見るです。もし時間があれば